食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品または添加物を製造、加工する施設に配置することを義務付けられた国家資格である。食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品、添加物を製造または加工する工場などに、 食品衛生管理者を置かなくてはならない。次のいずれかの要件を満たす者は食品衛生管理者となることができる。医師、歯科会師、薬剤師または獣医師であるもの学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、死学、薬学、獣医学、畜産学、 水産学または、農芸科学の過程を収めて卒業した者、都道府県知事の登録を受けた、食品衛生管理者の養成施設において、所定の過程を修了した者、新生高等学校、もしくは中等教育学校もしくは、旧生中等学校を卒業した者または、厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と、同等以上の学力があると認められるもので、 食品衛生管理者を置かなければならない、製造業または加工業において食品または添加物の製造または加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ都道府県知事の登録を受けた講習会の過程を終了したもの。ただし、この4の方法により有資格者となった場合は食品衛生管理者となることができる施設が当該3年以上従事した。 製造業または加工業と同種の業種の施設に限られる。かつては3、4は厚生労働大臣の登録だったが、平成27年に都道府県知事に移譲された。食品衛生協会厚生労働大臣の登録を受けた講習会は有料で不定期に業種指定で実施される。開催期間はおよそ30日間。 社団法人日本食品衛生協会、日本食品添加物協会、一般社団法人食肉科学技術研究所が共催する。公衆科目公衆衛生概論食品衛生法、及び関係法令備食品、添加物等の基準規格科学外設細菌学所論毒物学食、中毒学食品学施設における衛生管理。 細菌学実習入製品検査法入製品検査、実習施設見学及び臨時訓練。細菌学実習食肉製品検査法食肉、製品検査実習施設見学及び臨時、訓練分析法外論添加物鑑定法添加物、鑑定実習施設見学及び臨時訓練。職案発令331第12号。厚生労働省。 2021年4月23日閲覧。社団法人日本食品衛生協会日本食品添加物協会。ありがとうございます。